です。さあプレーオフだ。さあ12アンダーで並んだ2人、プレーオフが始まります。いい感じじゃないですかね、はい、左が斜面になっていますが、柏原さんからお話ありましたが、フェアウェイ幅が非常に狭く絞られている、その先まで運んできました。ど真ん中でしたね、プレーオフの1打目としてはナイスショットだと思うんですね、はい、今のだとグリーンのフロントエッジギリギリまでは来るんじゃないですかね、はい、2年前にアマチュアでこの大会を制した選手です。だからフェアウェイキープ率も9位です、今ね。そうですよね。そのちょっと後ろぐらいですかね。古江です。あんとここから下ってきますよ。まだ来ますよね。で今度はピンの方に寄ってくると思う。手前がちょっと水がありましたからね、多分そこをキャリーで越えてくるんだと思うんですけれど、さあどうだ、この辺に落とすか。あこれもここから下ってちょっと早いぞ、早いぞ、早いぞ、トーバーか、止まれ、ストップ。ああここまで、ああまだ止まらない。これだけ下ってるんですよ、そう画面だとちょっと分かりませんけどね、はい、ピンから先が勝の方からはもう本当に下ってるんです。でもこれだけ雨が降っててやっぱり早いですね。左を見た上での次が第4打です。今度は勝みなみからです。ちょうどピンと真ん中ぐらいに落とすベースだと思います。アップヒル登って、さあ古江がこのバーディーを沈めればまずこの16番で一歩リードを奪います。分かりますね。それだけやはり柏原さん、そのラインとしては優しく打たなければならないラインなわけですね。そうですね、アプローチもあれだけ転がってますし、勝選手のアプローチも、はい、まあ、反応してしまったというか、選手としては分かります、あのジャストタッチは。あれだけの転がりを見た後打っていった。ちょっと気持ち悪いですね。うん、これも下りですからね、はい。ちょっといやらしい距離、そしてラインです。勝みなみパーパット。問題なく沈めました。古江、勝、ともにパーで16番を通過。17番はパー3です。打っていきます、勝。すごいいい感じで振ってる感じはしますけど、おっ止まった、ここで止まった、止まったんでしょうね。でもラッキーですよ、それで止まったのはね、そう、あれだったちょっと今日下が湿ってるからね、コンディション、そしてピンの位置だと狙わない方がいいかもですね。5番手ぐらいですかね。古江さんね、7番手で200ヤードぐらいだから、多分7番ぐらいじゃないですかね。画面表示は5番手と出ていますね。やっぱり高いですからね。強いアゲインストが吹いています。いやピンに行きましたね、攻めてきたか、お来た、おおおおここで震え上がるショットのコントロール能力はすごいですね。そうですね、さて17番ホールではホールインワン賞として富士通株式会社より賞金100万円が、これ勝がしなきゃいけないことは2パットで絶対行くことですね、なるほど、はい、17番のグリーン上へと勝負は移っていきます。2人ともにグリーン、ボールは捉えていますけれども、チャンスにつけたのは古江彩香です。ちょっと柏原さん、これ右に切れるかな、少し切れるとは思いますけど、どうしてもやっぱり距離感が、今までのこう距離感とかパッティングを見てると2パットでは来られると思いますね。まあこれ
3ホールのストロークプレーとはいえばマッチプレーみたいなもんですからね、はい。まあ、このホールを取るか取らないかというのが非常に勝負を大きく左右してきそうです。ここまで寄せてきたっていうのもすごいし、やっぱり今、はい、古江さんに流れが来てるような感じですから、これをものにしていけば、そうだ ね、はい、チャンスですからね、ただこれが入らないとまた流れが変わってきますからね。キーパットになる、決めてきた、古江彩香バーディー、ここでリードを奪いました。まあ、全く逡巡しないというか、こう自信持ったストロークしますね。はい、平均パット1位ですから。あ、そうか。いやでも本当に素晴らしいですよね。もう全く迷いがないですね。すごいな。ナイスバーディーと言葉を送ります。ワンストロークビハインドになりました勝南。さあ古江彩香、今シーズン4勝目、今年に限って言えば初めての優勝になるでしょうか。いよいよ18番です。さあその中で一打を追いかける展開に変わりました。そうだから古江があれだけナイスショット打ちましたからね、はい、勝も飛ばしてセカンドショットでバーディーチャンスにつけられるところまで持ってきたいですね、はい、ショートアイアンで。これも素晴らしいショットですよ。これは距離が出ました。フェアウェイキープです。これはバーディーチャンスに持っていけると思いますね、ここまで飛ばしているとね。ティーショットの飛距離の差がこれだけあります、うん、いよいよ難しい18番バンカーを越えていくショットになります。古江リードでセカンド地点へと向かっていきます。ここは絶対入れちゃダメっていうふうにキャリーと話してました。そうですよね。ただ今日は戸張さん、はい、そのバンカーの先にピンです。勝南にとってはもう勝負していかなければならないセカンドになりますね。そうだ、これねやっぱり究極のピンの位置なんです。でこのピンの位置を生かすために、はい、この東京セカンドやっぱりバンカーの右サイドを狙ってくると思いますね。まずまずはね、そうそう、まずセカンドを最初に打っていきます。ドローだから右からちょっと回してくるような右方向から、花道です。おっと、でも止まりましたね。いやもう優勝がね確実に見えてますからね。選手ってみんなそうなんですよ。もうやっぱりね行くんですよ。だってほらワンストロークリードされてるんですから、もう行くしかないと思いますよね。勝負です。勇気を持ってちょっと奥行ってもいいと思いますよ。遠くだ。そう、大丈夫でしょうね。ああ、積極果敢に狙ってきました。気持ちのこもった。どちらも優勝に向けての一打。ナイスプレー。いやー、なんともドキドキな展開が続いています。さて、勝南、まさにピンを狙って2週間前の日本女子オープンのチャンピオンです。相当自分の中でのゴルフも噛み合ってきて、何か今までとは違う次元にいったような感じもするというようなコメントもしていました。古江選手ピンまで約30ヤード近くありますね。アプローチは古江からですね、はい、で今グリーンの奥に来てるんですが、ちょっと勝選手のボールがちょっとフェース開き気味で打つんですかね。いや開かないとダメだと思いますね。本当近くで見てるんですけど、はい、見えないんですよボールが。今映像で見えてきましたが、うわうわうわ、このライです。これグリーンエッジ越えたところいるものですか。いや残ってると思います、はい、ここは難しい一打になりますね。難しいと思いますね。カップが手前から20ヤードなんですね。このグリーンの奥行きってのは25ヤードですから、5ヤードしかない。ロブ打とうとしてるね。ショットですね。高く上げて
止める。そうそうそう、ここで寄せてくれば。さあどうだ。どうか、高く上がって止まるか。おお。うまいですよ。素晴らしいショットを見せました。いや、勇気がいりますよ、あのショットは。アメリカのコンセプトのああいうロゴを打たなきゃいけない場面って結構あるんですからね。これは前ですよ、でもね。相当な一打。いや、カップの右をかすめて入ろうかという一打でした。でも今のでもあの転がってたからライン分かりますからね。はい、こういうロゴはあのこの富士通ではあの何年前かな、テレサルーが14番で、はい、左にね外した時に深いラフからね、テレサルーは2015年2017年に勝ってますが、やっぱり今のこういうトッププロたちというのはもういろんな技術を持ってないと多分優勝争いの中でのワンストロークっていうのに結びつかないんでしょうね。はい、さて古江が先にパーパットを打っていきます。もちろんこれを沈めれば古江の勝ちが決まります。まあウィニングパットですけどね。はい、曲がるとしたらちょっと左に曲がってくる感じですね。はい、少しのくらいだと思います。読み切ったか、すごい、素晴らしい。ありがとうございました。しびれる展開、まあこれは勝つも納得でしょう、はい、ね、最後まで怖がらず強気の気持ちを忘れませんでした。ナイス。でも簡単に入れますね。すごい。本当にこれも真ん中ですよ、うん、ね、難しいことを何ともいとも簡単にやってのけたような、やっぱりバッティングアベレージナンバーワンというだけのことありますね、はい、素晴らしい戦いを見せてくれました。惜しくも敗れた勝美男も最後までこの古江彩佳と見事なプレーを続けました。バッティングした、いや劇的でしたね。これを沈めました。このね、本当この距離を入れちゃうんだからすごいですよね。いかにそのスタッツで、はい、ね、パッティングが1位の選手とはいえね、すごいです、これは本当見事。もうなんか狙いすまして入れたって感じですからね。真ん中から入れてきましたね。村口さん、近くでご覧になってどうでしたか？いや本当にこうすごい精神力だなと思いましたね。あの最後のパットもちょっと微妙に切れるかなと悩むところを、はい、すんなりまっすぐ打ってきましたもんね。敗れた勝の姿もあります。勝南の2学年下になります。黄金世代の壁に今までこうね当たってきたというような表現もしていた古江彩佳選手ですけれども、見事にその勝南を破っての優勝です。今シーズンの4勝目を達成しています。いいですか、いいですか、はい、今年は なかなかうまくいかなかったんですけど、こうしてここの思い出の地で優勝することができて本当に嬉しいですし、幸せ者だなと思います。またこれからも楽しんでゴルフをしながらやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。表彰式です。富士通株式会社時田隆人代表取締役社長より優勝した古江彩佳選手に優勝カップが授与されます。続いて2日間